Hello everyone。i'm スザンナウェイカントゥのチャンネル。皆さんこんにちは。スザンナです。私のチャンネルへようこそ。今日はねえっとリクエストいただいてました。前回ご紹介しましたね。アロースティッチのカーディガンの編み方を簡単に説明していって。まあ、ちょっともう一枚、私も編んでみようかなと思ってるんですけれども、それの、えっと、説明をしていきたいと思います。 であのこちらはあのリディアトリコットクロシェットさんの作品となりますのでオリジナルの動画は前にもリンク貼ってましたけれども今回もあのリンク貼らせていただきますので。 ぜひオリジナルでごご覧覧にになりたいい方ははくださいこそちらはのフランス語英あのまあ、そういう理由もありまして今回の動画は日本語のみとなりますので、まあ、日本人日本語でいつもご覧いただいている方にとっては割とストレスなく見ていただける動画になるんじゃないかなと思うんですけれども早速始めていきたいと思いますで、えー、と今回作るまず最初にこの1回目に作るのが後ろパネル後ろ身ごろと前身ごろですね。はい で、えー、っと、これが一応、まあ、推奨されているデザインではあるんですけれども、あのー、ちょっとここ、黄緑のところ、あここはさ後で説明しますけれども、まず、後ろ身頃を編んでほしい。で、後ろ身頃を編んだ後で、前身頃を編んでほしいという順番ですね。ですので、こちらが1番目に編むところ、2番目。 3番目っていう風に編んでいっていただきたいんですけれども最初に作り目の話からしますとあのリディアさん一応56目で作られてるんですけど彼女とても小柄でスリムなんですよで私もこのサイズで作ったらちょっとキチキチだったんですよねなので私今回64にしてみようかなっていうふうにちょっとゆったりめでもいいかなと思ってで64で編んでみようかなと思ってるんですけれどもまあ皆さんもその その辺りご自身のお体に合わせて作り目を作ってほしいで、えー、と実際には4の倍数なんですけれども後ろ身ごろ左右に作るので8の倍数でああの作り目を作る必要がありますでこの緑で描いているところこれがアロースティッチの数になりますでえっ、ー、とそれをまずこのリディアさん30段編んでくださいっていうことなんですけれども 30段で長すぎるなという方は25段ぐらいでもいいと思うのでその辺は調整してくださいで私はハーフコートとか膝丈コートとか、まあ、ショートコートとかそんなぐらいの長いのが作りたいんだっていう方はあの長くしていただいたら構わないですで今回私30にしようか25とか、まあ、その辺にしようかまだ悩んでるところなのであつきついてしまった <laughs> バカだこっち向きでしたねその辺はあのまだ あの検討中という感じなんですけれどもその辺りはご自身でお好きなサイズで決めていただいたらいいかなと思います。でまずこの30段編んでそして10段また追加でこのえ脇ぐりですね脇ぐりを編んでいく。ですで今回これあのそれで前普通は半分に割ってこういうう形でっていうことなんですけど私的にはあの。 前の方がやっぱりもう少しゆったりしてる方が多分カーディガンとしていいと思うのでここは。っていう組み合わせがいいかな48目で作る方は28目っていうふうに56で作る方は32目っていうふうにしていただいた方がいいのかなと思います。 なのでここプラス1ですねあのパターンで言うとプラス1入るっていう形になりますでそれで作っていただいたらいいかなと思いますので,で今回この動画1回目ということでまず見頃であのここまで編んでそして減らし目までできたらいいかな減らし目難しかったら減らし目次回に説明しようかなという感じなんですけれどもそこまでを一緒にやっていきたいかなと思いますでえっ、ー、とまあ系統はだいたい リディアさんは 500g ぐらいあったらいけるんじゃないかなということだったんですけど 500g とメートル換算してもちょっと難しいのでその辺りの兼ね合いは皆さんであのしていただけたらいいかなと思います。はい、で分厚いく編みたい方は2本取りとかで編んでいただいたらいいし軽いこれからの季節で軽めの仕上げにしようかなという方は少し軽めでもいいかなと思います。でですね ということで、まあそのあたりを踏まえながら一緒に説明していきたいと思います。で、アロンスティッチの編み方につきましては別で動画を作ってますので、そちらご覧いただいたらゆっくり説明してますので、それを見ていただいた方がいいのかなっていうふうに思います。ということで、早速編んでいきましょうか。はい、で、こちらが今回私が用意している系統になります。こちらはあの前回、えっと、お買い物動画であの買ってきた系糸なんですけれども、まあまあその、 とてもベーシックな毛糸を買ってきたわけなんですけれどはい。で、あのこれのそうそう、これを使って編んでいこうと思います。で、これはあの5号の3ミリここに！5号3ミリということなんですけど、これを今日は8号5ミリ8号の 5mm で編んでいきたいと思います。あと、使うものはハサミですね。そして毛糸用針となります。 で私が使うのは 40g で 76m ぐらいの毛糸です。でこの辺りはあのお好みでお好きな毛糸を使って頂い,いたらいいと思うんですけれどもはいちょっとこれで編んでみたいと思います。こんな感じ。 仕上げはスチームアイロン1センチぐらい浮かして終わってくださいということですね。で、えっと、手洗いという、まあ、アンダードは手洗いということで、まあ、乾燥機脱水機もちょっと少なめあの乾燥機はダメということで脱水もあの短めにということでドライコース手洗いコースの脱水でという感じですねネットに入れとくと安心だと思います。 ちょっとこう時々体に合わせながら作っていた方がいいので後ろは8目ずつなんですけれども8目ずつで様子を見ながら編んでいただいたらいいと思うのとであのリディアさんは最初にえっと最初から鎖で編んでらっしゃいますけどあの作り目細編みの作り目で編んでもらってもいいと思いますしその辺は皆さんの お好みでいいかなと思ってますで今日はだからちょっとそのあたりも踏まえてえっ、ー、と細編みの作り目をしながらやってみようかなと思います。 はい、それでは早速編んでいきましょう。まず糸端を2、30センチほど残します。これは後で糸端を隠すためですね。では作り目をしましょう。作り目は手前から入れたら、この後こう回転させる時にねじりが2回かかるので丈夫になります。で、結び目を作ります。糸を引っ掛けて、今作った輪の中に通すと結び目ができますよ。はい、1目目は緩みやすいので少しきつめに糸を引っ張ってあげましょう。そしたら鎖を2目入れます。 二目。二目。入りましたね。入ったら、この部分が立ち上がりになりますから、裏山を取ってあげます。入りました。糸を引っ掛けて、戻していきましょう。はい、ここに立ち上がりの鎖が一目、いきましたね。そしたら。 続いて鎖を1目します入りました糸を引っ掛けて2本通しましょうこれが最初の細編みとなります最初の細編みはここに目があるのでこれが細編みとなりますでこの右横が目となりますよ続いて後ろ側にこのように鎖2本が通る形で針を刺します そうするとここに鎖目がきれいに出ていくのできれいに仕上がります。糸を引っ掛けて出してきます。鎖を一目します。糸を引っ掛けて2本通しましょう。はい、今2つ出来上がりましたね。1つ、2つ。こちらが続いて編む段です。ここが作り目となります。また下向けてここに このように鎖目を作りながら。糸を引っ掛けて。鎖を一目入れましょう。入れたら糸を引っ掛けて。二本通します。今三つ入りましたね。これを繰り返していきます。入れたら。糸を引っ掛けて戻してきて。鎖を一目しましょう。そして。 2本通しますこれが土台の細編みとなります。 ちょっとすごい怒ってるんですけどねいつもあの上の黒白の猫がいまして長男のその子が口の中に口内炎ができるっていう病気にかかってるんですよでそれはもうぜなかなか治らない猫によくある病気だっていうことなんですけどそれ毎日2回お薬をね飲まないといけないんですでその時にお薬だったら嫌がるのでチュールっていうねその猫ちゃんが大好きなおやつがあるんですけど液体状の なんかフレークが液体状にななったようなそれでお薬まぶしてあげるとすごく喜んでねもうおそれがおやつの時間だと思っててそれが欲しいんですよねでだからお薬の時間をすっごく楽しみにしてるわけですよ <laughs> お薬食べさされてるとは気づいてなくてでこの子はねあのちょっとお腹いつも緩いんですけどもうあのお薬飲んでも治らないし餌も ちょっと変えてるんですけどそれでも全然治らないからもう体質かなと思ってちょっと諦めてるんですけどこの人だからお薬もらってないんですけどお兄ちゃんにあげると下の子もやっぱり欲しがるんですよね <laughs>。どっちかというとこっちの方が欲しがってるんで。ねだからねもうこうやってねお薬忘れてへん俺のお薬忘れてるんちゃうのぐらいの勢いでねいつも言うてきはるんですよね。 でこんな感じで、えー、っと、目を数えるときはどうやって数えるかっていうと、ここが目となるので、ここに1、2、3、4、5、6、7、8というふうに数えていきます。で、こちら側のこの、 鎖わりとこれとな目になると思うので皆さんも今まで試したことがなかったらこの土台の細編みっていうテクニックを覚えておくとすごく便利なので是非皆さんも覚えてみてください。でこれで今バックパネルを作りますので必要な長さになるまで作り目を作ります。 まあだいたいこれぐらいの長さですね。これぐらいの長さに仕上げました。で今からえっとアロースティッチを入れていきます。で私は作り目は六十四ですね。二十ずつ丸カを入れたので二十四十六十と六十四目で作るんですけど、でえー、っとここですね。ここが 1>, 1目目になります。こんな感じ。1,2,3,4ですね。はい。でこちら側が表側、こちら側が裏側です。で、あ、そうですね。はい。表側で今から表側を編んでいきます。で、表側なんですけれども表側は作り目を2目します。鎖にですね。 で裏返しますねでここは本来長編みが入るんですけどもうここ下さあの長編みの代わりにアローを入れていきます。でアローを入れるので1234ですね。 鎖2目そして1,2,3目スキップしてここに入れていくんですけど三つ巻き長編みを入れましょう。3回引っ掛けたら1,2,3,4つですね。全部で4つですけれども1,2,3目スキップして4番目ですね。4番目に刺します。もう鎖目ができているので刺すところも簡単ですね。そしたら糸を引っ張ってきて糸を引っ掛けたら 二本糸を引っ掛けたら、二本糸を引っ掛けたら、二本そして二本入れます。はい。で、えー、っと全部で四つ一組になるんですね。なので一二三四つなのでここ三個スキップした。この三個の後ろ側に。 これを前にして裏側から刺します。そして、糸を引っ掛けて。二本、二本と入れます。次の目にも。その次の目にも。 ように持つとわかりやすいですよ。はい、そうするとこの中にここに横を横切るような形の斜めの線が入りましたね。はい。そしたら続いてまた三つ巻き長編みを入れます。三本巻きましたね。 でここに入れたのでその隣を123スキップして4番目に刺しましょうここが先ほど入れた目ですよねだからここをスキップしてここをスキップして123のここですね3目スキップしたところに入れますまた2本 二本。二本。二本と入れます。そして1。一、二、三。三つを。長編みを入れます。 これを繰り返していきま,すまた3回巻いたらここに最後斜めの線を入れたのでその隣から123個入れてその次に123回引っ掛けたら刺します123目スキップしてますよね そしたらこれをね下にねこうしとくと楽なのでここに123目スキップしたところがあるのでこう持っておいて長編みを入れてあげると楽に入りますね。これを繰り返していきましょう。 はい、最後、1、2、3、4つですね。そしたらまた、3回巻いたら、一番最後の目に刺して、戻していきます。そして、スキップした3目に、長編みを入れましょう。 そししたら裏返して2段目以降を編んでいきますで。こここういう形になってるんですけれどもこう1目ずつこういう感じでずれてると思って頂い,いたらいいのでまた鎖を2目して裏返します。裏返したらここに123があってここに4つ目の空白がありますよね。 これが先ほど入れた斜めの線です。ここに最初に三つ巻き長編みをこの目の中に入れます。わ、まあ、かりやすいと思いますあの。少しスペースが空いてる上なので見逃すことはないと思うのでここに3つスキップしてですよ。これは数えない目なので3つスキップしてここに1つ、2つ、3つたるので続いては そのまま後ろ側から表にこの斜めがいくように長編みを入れましょう。するとどうなるかというと、表側に向けますとこのような形で V 型の矢印型、矢尻型ですね。これが出来上がります。続いてまた3回巻いたら、 こここですねこのスペースのすぐ上のところ実は123目スキップしてますけどこういう感じで編んでいくと多分目も落としにくいので楽じゃないかなと思います1つずつ数えるよりね。で入れたら三つ巻き長編みを入れたらこのスキップした3つに。 長編みを入れてあげるするとこういう形で表側から見るとこんな感じでギザギザのジグザグが入っていくわけです三回巻いたら刺して二本ずつ抜いていきます そして飛ばしたここにも入っているのでその次の目ですねここには入っているのでその次の目から入れるそしたらまた三回巻いて刺して てあげますこれを繰り返してくださいはいそしたら最後ですねえー、っとここに入れて1234つ目この鎖2の上のところに目があるのでここに三つまき長編みを入れてあげます。ここですね で、また2本ずつ取ったらこのスキップした3つのところに長編みを入れてあげましょうこれ本当に私が初めて作ったカーディガンなのですごく簡単なんですよ。私でもできたんでね でポイントはこれの繰り返しなのであんまり目を数えなくていいことと長編みなのであのそんなに気にしなくていいとこですね。で前作った時はこの長さで8目少ないこの長さだったんですよね。でえー、っと幅が何 cm ぐらいかというと3 8センチぐらい、まあ、ウエストで言うと7 6ンチぐらいでこの伸びしろとか考えたらいくのかもしれないんですけどあの 結構腰回りぐらいまで隠れるので腰回りまで隠そうと思った時にお尻が隠れるかというと76では隠れないですよね。ということであの私は今回58では、えっ、ー、と56ではなくて64目で作ってるんですけどその辺はちょっと皆さんもあのおのおのの体型どの長さでお尻まで隠れなくてもいい長さなのかとかあると思うのでその辺をあの 作っててあの考えほしいんですでフロントのところなんですけれどあと長さなんですけれども先ほど25から30っていうふうにお話ししたんですけど偶数じゃないとダメなので26から30ぐらいがいいかなという感じでであのもしかしたら30より長い方がいいっていう方もいらっしゃると思うのでそのその辺は合わせながら考えてください。でえっとあの高さなんですよこれでこれが一つ2段ですね。この ギザギザが2段なのでこれがまあ26だったら13個1234っていうふうな感じで13個並ぶ感じ30だったら15個並ぶ形となりますので、まあ、簡単に計算しますとですねこんな感じ 2.5cm ぐらいなので 2.5×13 で脇下までが 32.5cm なのか 2.5×15 で3 8ンチぐらいなのかっていう感じでその辺はあのご自身の体でこう脇下ぐらいから測ってもらってどの辺かなっていうふうにみんな見て頂い,いたらいいかなと思います。でですねはいこれを繰り返していきます。で前身ごろと後ろ身ごろ前身ごろなんですけれども私ここプラス1にしようかなと思ってます。 でプラス1の分追加になるので、えー、っと本当にこれだとさらに8目追加になるので6ンチ追加ですよねその1 2ンチ追加になりますだから 45+45+12 なので1 0 2ンチぐらいなのでかなりちょっとゆったりとした感じになると思うんですけど前を少し合わせこことここ合わせるのでこの部分がなくなるのでまあ こういうい感じ。こことここを合わせて、えー、っとちょっと待ってくださいね。簡単に言うとちょっとあのサイズは違いますけどこういう形になるので1つ減る形ですよね。でこうした方ここを合わせでボタ,ン止めボタンを止める方は合わせた方がいいのかなと思うので一つ一つが合うので、えー、っとプラス1になるので。 ちょっと待ってくださいよ。一個なので、だいたい三センチぐらい。だから。今ちょっと幅を測ると。まあ、四十五あるんですけど、四十五。かける二、プラス三、で九十三ぐらい。なので、まあ、お尻まで隠れても。えっと。 前ボタン止まる形少しまあ胴体のところはゆとりがある感じなので少し長めでもいけるかなという風な感じであのサイズを取ってますでもっと上でもいいって方はもっと上でもいいんですけど私ちょっとやっぱお腹冷やしやすいので <laughs> 隠したいなと思ってます。ということでとりあえずまず、えー、と後ろ身ごろ前身ごろも大体作り方同じなんですけども減らし目の説明をしないといけないんで一旦これで必要な長さまで編んでいきますね。 えっとね、ちょっと訂正があるんですけど、これ長さをね確認しながらんでいただきたいんですけれども、ここ偶数ですね。2段1セットなので、偶数で26から30、私ちょっとまた30でやってみようかなと思ってるんですけど、で今回私はあのボタンこの、この間ダイソーさんで見つけたんですけど、このボタンがちょっとこう、とぐる。 風でで可愛いのでこれを使おうかなと思ってますもし見かけられたらあのこれのいいところはこう横に横でも縦でも、まあ、横で使った方がきれいだと思うんですけど横に広いので入れる時も入れやすいしであの1回入れた後外れにくいと思うのでねこういう形のボタンを探されるのもいいかなと思います。で今私これがあの えと7段目を編んでるんですけれどもこんな感じですね生地の感じは。で前回より細い前回はあの2本どりで編んだのでもっと太かったんですけどちょっと前回より細めの軽い仕上がりにしようと思って細めで編んでるのでわりとこんな感じの透かしが透かしとこう立体的な模様が入り混じった模様に仕上がってるんですけどえっ、ー、と前回よりは 薄めで軽めめででで軽ちょっと小さめですねで今27段目で何センチぐらいかと言いますと5 3 4センチぐらいですねなのでその辺はあの毛糸との兼ね合いでどの毛糸を使うかによってサイズも変わってくると思うのでその辺を 加味しながら、あのー、編んでいただけたらいいかなと思いま,すでまあ慣れてくるとこんな感じで入れるところももうほとんど見ないでも分かると思うしで同じことの繰り返しなのと一番分かりやすくてこれがいいなと思う点は 表裏がはっきりしてますよね。表と裏がはっきりしてるのが分かりやすい。こっちは。表でしょ？で、こっちは裏だからケーブルっていうのはあのー、表裏がはっきりしてるのがいいですよね。 でどうしても上のこの目が穴が大きくなるのが嫌だわっていう方もいらっしゃると思うんですよ。まあ私これも前も3年前になるのかな編んでた時も同じこと思ったんですけどその時のポイントとしては結構上まで引いてあげるすると割とそんなに穴が広がらない。だけどデメリットはここがちょっとタップついてしまう。 っていう点があるので、その辺の兼ね合いですよね。ちょっと難しいのかなっていう感じ。あのえっ、ー、とな三つまそういう場合は三つ巻きじゃなくて長すぎるなと思えば場合は三つ巻きじゃなくて長々編みでもいいと思います。そんな感じですかね。でもう少しであの減らし目ポイントにきますので、そこを一緒に見ていきたいなと。 思ってるんですけどもううちょょっと編んででいきましょうでこっちが表の時は少しこう倒して猫が鳴くのでね他の部屋で持ってって編むとちょっとやっぱり少し毛 <laughs> 糸にほこりがつきやすい。 こういう感じで倒しておくと目が取りやすいので表側からも編みやすいですよねはい、という感じですねで、私は30段編みますね30段のところでお会いしましょうで、これが今4玉目なんですけれどもあの糸の入れ替えこれぐらい残ったらもう最後のところで変えておく方が多分ストレスがないと思うので途中で変えるよりは端で変えるようにした方がいいと思います 出てきたらまた糸端を少し残して最後の目に通したらあのここはちょっと1回緩まないようにくくっておきます。でこの使い終わった糸を先によけておくと楽なので。 でそしたら続いてここにも入れていくので糸端を入れていくのでねこっちに通して鎖に押したら裏返してで と変えるんですけど、変え方。わからない方いるかな、はい。で、私はね、途中でね、一回こう。あの、回転させて、絡めるのが好きなので。今日はその方法。で、ここに置いたら。 通したら一端をこうくるっと今編んでいる毛糸に巻きつけるんですよでそうするとこれはあのそんなに表側から目立たないので楽なんですけどこうしておくとちょっとほどけにくい そのまま渡すだけだとあの後でほどけてくる可能性があるので途中でこうちょっと一回回転させてこの辺りに絡めてますわからないでしょ全然こんな感じで編んでますえっとこちらがね初めて作ったカーディガンでこれはあのこの下の部分にリブをつけてるんですけどえー、っとね あのこれで30段なんですよねリブを抜いた部分で何 cm あるかと言いますとだいたい5 2ンチぐらい5 2センチあるんですよで結構このリブをつけてハーフコートぐらいにしたんですハーフコートでショートコートぐらいにしたんですけどお尻結構隠れるところまで来きますなのでショート丈がいいなという方とかはあのなるべく体に合わせていただいて 30段にするのか、28段にするのかっていう感じで、系統にもよると思うのでね、その辺の、あのー、合わせ方をしていただきたいんですけど、今回私、あの、規定通り30段で編んでみたので、今回編んだ方のサイズもご覧くださいね。で、こちらが編んだ30段です。これで、ね、高さ、ちょっとこう向けます。こう高さです。こちらからこちらが高さですね。 高さ大体いい今48センチぐらい。まあちょっと多分伸びると思う。こんな感じで伸びると思うのでね。48から50ぐらいな四45ぐらい四十ここで測った方がいいかな。45ぐらいですね。で、えー、っと、これでも結構長いかなっていう感じなので、ほまあ二28段でこの辺にしたかったんですけど、まあまあちょっと一応どんな風に なるのかっていうのを見てみたかったので、あの私えっ、ー、と規定通り、これで三十段ですね。三十段で編んでます。で若干やっぱり最初の方とちょっとゲージが変わってきてる気はするんですよ。ちょっとこっちのがきつめだったかなという。印象が少し硬くなってきたかな、下の方に比べて、まあまあそんな感じで編んでるんですけど。ここから今からえっと減らし目をして、あの袖ぐり、脇ぐりの部分を作っていきたいと思います。 でそしたら今からわきぐりの部分の減らし目をしていきたいと思いますでまず鎖を一目したら裏返しますでこちらが表でしたねで左右に一つずつ減らすということだったので一つ減らしたいと思います一つでねでもねこれ減るのかな <laughs> 減,減らしていいのかなという感じもするんですけどまあまあ1つということなので1つで2つぐらい減らした方が綺麗なのかなどうなんだろう、まあ、1つでいいのかなはい1つ減らしますで鎖1目したのでその後はここに、えー、1234つありますよね鎖1目したらこの1目ずつに引き抜き編みを入れていきます 二。三。四。はい。で、こうすることによって、一マスちょっと減りましたね。で、こちらも減る、減ります。はい、すいませんです。ちょっとライトの位置を変えたかったので。 今ここに一、二、三、四つ引き抜きを入れて移動してきましたね。でここからまた同じ模様を入れるので鎖を二目しましょう。一、二。そしたらここにまたアローを入れますね。はい入りました。そしたらこの一つ目に 長編みを入れて、その次の目にも入れて。そして、三つ目にも入れる。すると、この部分が。ここに、脇ぐりが出来上がりました。で、この鎖には。使わないので、これは立ち上がりの目ですね。で、これを、あと。 ずっと繰り返していって、で、こちら側は最後一つを残します。で、ここでお会いしましょう。はい、最後一つ残します。そしたら、ここ一つを残して。続いて。鎖を二目しますよ。で、裏返します。そしたら、また続きを同じように。 編んであと10段ですすねだから全部でで段編んでいきますで途中でもし色を変えたい方は、えっと、リディアさんは20段のところの半分で色を変えたっていうふうにおっしゃってるのでそんな風にしていただいて2ンにしていただいてもいいかなと思います。 こんな感じですねでこちらもなってますで全部で40段編みますはいえーと2段目が見終わりましたこのような形でここにえっ、ー、と鎖にが残ってますでこの隙間が気になる方はここまで引き抜き5つ目まで入れてもいいと思いますそれはあのお好みなので、で ここは結局どうなるかというと結局ここに袖が袖とか肩の肩の,あの袖ラインがつきますので実際あんまり見えないのでそんなに気にすることはなくてでこの鎖にっていうのは立ち上がりになので基本的にはカウントしないのでいいんじゃないかなと思うんですけど、はい、気になる方は突き抜きを5つ入れてくださいはい、えー、っと後ろ身頃が今編み上がりましたので確認ですねはいここ 脇ぐりですね、で、一二三四五六。えー、一。一二三四五六七八九十段。十段見ました。そしたら、ここで一応。この部分は一旦、編み終わりとなりますので。一旦、結んでおきます。 で後ろ身ごろが編み終わりましたらこれを、はい、糸端を残して続いてまた前身ごろになるんですけれども前身ごろですね 同じ幅で作ってもいいしそしてボタンホールをあのボタンをつけたい方はここがこう重なりますので重なる部分で一つ一つあるいはどちらか側だけ一つ追加で入れてもいいかなと思います。一つ一つでもいいし例えば、えー、っと私今回64で編んだのかな64で編んだので。 1>, 1つは321つは36っていうふうにしてもいいし36と36にしてもいいしあるいは32と32でもいいっていう感じにあの合わせてもらったらいいかなと思いますそうですねどうしようかなすごい悩みどころではあるんですけどね前見頃 <laughs> ちょっと悩ませてはいえー、っと今これが後ろ身頃ですねで後ろ身頃で今前身頃が両方とも編み上がったのでちょっとセッティングしてみたいんですけどこっちが前身頃ですね前身頃の右側違う左側だこっちではい こっちね、前身頃の左側で,でこちらが前身頃の右側ですね。 えっと今ね前身ごろと後ろ身ごろがちょうど編み上がったところででえっと前身ごろに関しては前回あのちょっと失敗したなと思ったので今回はこのように前が少し合わさる形で1つずつ増やしました。だから 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9個 9個ですね後ろがはんえっ、ー、と16個だったので9個9個の18個で編んでますでえっ、ー、とこことここがね重なる形でそしたらあのボタンもつけやすいし前も前の方がどうしてもあの幅が広いのでえっ、ー、と前回は前が閉じなくて少し 増やしたんですよで特にどこがやあの気をつけないといけないかっていうとちょっとこれ長めなんですけどこの腰回りですね腰回りっていうのは割とあの幅が必要なのでどうしても足りなくなってきてしまうのでちょっとここは余裕を持って作ってますこの辺はだからあのこあのウエスト回りっていうのは割と余裕がある感じでえー、っと10玉あって最初の10玉で約、まあ約 こ,うこんな感じで2つ残ってるんですけどこういう感じでねあのここね少し前ぐり開けようかなと思ったんですけどもまああの1回目カーディガンこの形は1回目なので1回目というか、まあ、ラークスフットの時にしたんですけどその時はこの多分刺したしか脇ぐり作らなかったと思うのとでえっと今回はもうあのリディアさんの カーディガンということなのでリディアさんの通りに作っていこうと思ってるのでちょっと前は前の空きりは作らずにそのまままっすぐしてますで今からこれをあの前身頃と後ろ身頃を縫い合わせてそして袖をつけて襟周りを入れて仕上げっていう風にしていきたいと思いますで一応ねサイズだけはちゃんと測っとこうかなと思うのでサイズをまずチェックしますと 長さ五十八センチですね。ここですね。で幅。<laughs> 幅が。だいたい四十。 四センチ四十五センチぐらい、この辺。ね、と,とととととと。ね、見頃の幅が。二十四センチぐらい。いカチャカチャいいよね。カチャカチャ言っちゃう。はい、ね。巻き振りまでの高さが。 四十七センチぐらい。で、脇ぐりの高さが。十七センチぐらいですね。で。ここですね、肩幅。肩幅のところ。肩幅が。 4 3ンチぐらいで作ってます。